ございます。今日はですね、星の子ちゃんと朝活をしてきます。今がですね7時45分とかなんですけど、まあ、まず朝食を食べて、その後ちょっとね、天気も昨日雨だったんですけど、今ちょっと雨は降ってないので紅葉とかプラプラ見に行ったりとかもしたいし、あとまあスパ、ちょっと本当にお互いねゆっくりしようということでスパとか行ってゆっくりしていきたいと思います。行きます。はい、おはよう。おはよう。朝ごはん食べに来ました。美味しそう。ブベット。ブベットっていうところ、日比谷にミッドタウンにある。ブベットに来ました。お腹もペコペコなので。ね、なんだっけ、クロワッサンじゃん。私がクロワッサンで。そう、ワッフルでした。ワッフル。うん。楽しみ。モーニング終わりまして、はい、今から日比谷公園に向かいます。イエーイ、楽しみ。この朝食後のね、お散歩いいですね。いいですね。寒いけど、そう、ちょっと寒いけど気持ちいいわ、うん、気持ちいい気持ちいいか寒いとか言っときながらさこんなに寒いとか言ってんのにまあでもね、朝がいいんだ。そう、朝だからやっぱ気分がいい。見て、私のおでこデート。あ、そっから渡ろっか。取り合いっこしてます。これさ、オズモポケットさ、めっちゃ楽だけどさ、それさ、結構レンズ重いでしょ。うん、でもやっぱ綺麗。本当？ただツヤツヤご飯屋さんとかなのかな。ビジネスハウスみたいな。ね、こっち行こうか。おしゃれだね。ね、あ、こっちが、うん、良さそう。めっちゃ黄色い。めっちゃ黄色いじゃん。え、この辺すごいじゃん。やばいやばい、めっちゃ綺麗。あ、すごいすごい、おしゃれ。これちょっと写真撮りたい ね。じゃあ写真撮りましょう。 え、めっちゃいいね、ここ。ここすごい黄色の絨毯です、ね いいね。
ということで、エステを何も見えなくなる。マスクがでかい。ちょっとエステでね。エステでね、シャワー浴びたからね。こんなになったんですが、今からご飯行こうと思います。はい、楽しみ。何食べる？とんかつ。とんかつ。わかんない、でも。なんか蕎麦とかもいいし、うん、お寿司とかもいいし、うん、焼肉とかでもいいし、うん、ラーメンとかでもいい。もう何食べる？でもとんかつの口になってるな、今。確かに。とんかつとか、まあ、がっつり食べたいと思います。ということで、1日終わりました。長い時間一緒にいたね。だってもう暗くなっちゃったもん ね、あっという間に。朝活して、昼もね、ゆっくりプラプラして楽しかった ね。またお出かけしましょう。ありがとう。はい、星の子ちゃんのチャンネルは概要欄に貼っておきます。お願いします。はい、見てください。バイバイ。はい、ということで今帰ってきたんですけど、スパに行ってシャワー浴びたので、なんかもう髪の毛も急にストレートになったりだとか、あともうね、マスクしないと肌がね、なんかヨレヨレ。あの、帰りにね、こちらの GU でね、 GU の銀座店でこちら買ってきました。テーパードアンクルジーンズ M サイズですね。こちらのなんかちょっとストレートっぽいこういうジーンズなんですけど、もう私 GU のデニムが大好きで、本当にね、いろんな色とか形持ってるんですけど、そう、この色がね欲しくて、ちょっとね、夏っぽい薄いカラーしかなんか持ってなかったので、これいいなと思って購入してきました。こういう感じの普通のデニムですね。これめっちゃ使えそう。はい、これを購入してきました。はい、今日はもう本当に楽しかった。私のコーディネートなんですけど、このトップスが、レオリーエブロアっていう、もうお友達がプロデューサーをしているブランドさんなんですけど、このトップスと、あとパンツが結構前のものなんですけど、3年前とかにハッシュガールっていうブランドで購入したんですけど、今もしかしたらハッシュガールなくなっちゃってるのかな、どうなんだろう。ちょっとハッシュガールで購入したもうデニムとブーツが GU ですね。で、コートが、あの、前にもね、動画で紹介したんですけど、コトリカっていうブランドで、もう本当にすっごく素材が良くて着やすいんですよ。だからもうね、本当に気に入ってます。ということで、こんな感じで。もうマスク取ったらもう、やばい。ヨレヨレのヨレ子さん。本当にリフレッシュ、デトックスした一日でしたね。うん、とっても楽しかったです。もう二人だけで、こんなにゆっくりできたのは本当にね、貴重な時間だったなと思います。またバイバイ、どこかプラッと行ってプラッと Vlog とか撮っていきたいなと思うので、楽しみにしていてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。